その自分がやろうと思った仕事、それにもう没頭しなきゃダメです。好きにならなきゃダメです。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。ただあれがダメこれがダメって言ってたら一生経ってもまともなことはできないと思います。だから自分がこれを覚えようと思ったら、それもう必死になって死に物狂いでやるということが成功にもつながるだろうし、それから自分が良くなった時に立派な人間になれるんじゃないかなと私は思いますけど。